Hello, Yagida-san. How are you doing? I'm Crystal from Honolulu. 明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。遅くなりましたが、2024年、私がもしもYagida-さんであれば、これはメモっとくっていう、あの星の動きを、今日は簡単に、説明させていただいて、年間の、そして最後にカードリーディングを簡単にさせていただきたいと思います。あとね、細かい、新月とか、その月々の、もっとディテールは、またねおいおい YouTube でアップしていきますので、興味があったら見てください。あと今からお話しする、日にち何日から何日までみたいな感じで、なんか興味があったのに、私テロップを載せないから、もうちょっと詳しくあれなんて言ってたっけって思ったら、全部12星座が終わった時点で、アメブロに2024年ヤギ座さんっていう感じで、今から話す、ね、日にちを載せますので、興味がある人はそちらを見てください。何はともあれね、もうね、ヤギ座さんだったら皆さんもご存知だと思いますけど、本当に15年間お疲れ様でした。私のね、弟も、実はヤギ座で、すごい私とは違って本当に真面目で、なんかね、それも身近なね、家族の中の一人がヤギ座なんで、本当に、お疲れ様っていう、感じです。そしてね、アップデート完了っていう感じですね。だから2024年は、これ何とも言えないと思うんですよね。昔って言ったらすごい大きな、修行で、自分の、家族にも誰にも会わずにやっと15年の修行が終わって、自分のホームタウンというか自分の場所に帰ってきて、そしてアップデートされた新しい自分で、こう軽やかに生きていくっていう感じ、で、いつものね、本当に基本の真面目さ、粘り強さ、ここは変わらず持ってて、そこに新しい風の時代に、アジャスト、もうすでにねできてるんだと思うんですよね。ヤギ座さんはいい感じで、日本人の本当にね、真面目さ、粘り強さ、そこに新しい日本人が必要とするその、キャラっていうんですかね、キャラクター性質を持ち合わせて、また、日本の、いろんなね、ササエティの中とかでもリーダーとして私たちを引っ張ってってくれるんだなって、すごくね、周りの人も、私以外にもみんなね、星座とかこの冥王星を知っている人はみんな、期待していると思います。ぜひね、2024年、これからね、飛躍してくださいね。はい、じゃあね、冥王星は最後に、お伝えするとして、今年ね、2024年の、1年の、運気をね、幸運、を、何で見るかっていうと、木星で見ますよね。木星っていうのは、幸運、発展拡大、の、惑星ですけど、それがですね、今年、中間で、動きます。それぞれみんな平等に12個、テーマがあったとしたら、そこをみんな12星座、こう幸運のありか、例えばある時は、健康に対してだったりとか、学びに対してとか、家族に対してすごく幸運めちゃめちゃ、広がりますよっていう感じで動いていくんですが、ですね、この、去年のよかったら思い出すかもしれないからね、2023年の5月27日から、今年の5月26日までは、ヤギ座さんはですね、自分をね、自己表現する、クリエイティブ、ホビーとか、喜び、楽しみ、自分のスタイルを持つっていうところを、すごく今もスティル、そのまま集中して拡大してくださいね。じゃあそれをもうちょっと、ディテールで言うと、例えば愛情とか恋愛もそうです。例えば彼氏彼女をさん、新しい彼氏彼女さんと出会ってすごくいい人と出会ったっていうのもありえますし、もう、家庭を持ってて、新しいね、新しいでごめんなさい、ペットが来るとか受け入れるとか、あとお子さんの、仕事忙しいながらもお父さんだとかだとね、子供との時間がすごい楽しいとか、それによってまた、会社で頑張れるとか、そんな感じだったりとか、あと、自己表現なんで、なんだろう、
本当にちょっと大げさに言えば、これで獅子座の持っている部屋の、あの資質が出るんですよね。なんで本当に、舞台の上に上がって、自分を思いっきり好きなようにパフォーマンスして、みんなで見てもらうっていうようなぐらい大げさじゃなくて、あの大人だからあのこうじゃなきゃいけないとか、こんなことをね集団の中でやっちゃいけないじゃなくて、本当に自分がしたいままに表すっていうのがすごく、それが大きく広がるし、できることが可能な、今期間になってます。なんで自分ではこっぱずかしいけど、例えば、何かねギター習ってて、ちょっと人の前で弾いてみようかなっていうのって、ヤギ座さんって恥ずかしがり屋だと思うんですけど、たらららっていう感じなんだけど、ぜひやってください。それがなんだろう、楽しいだけじゃなくて、新しい風の時代のね、自分の新しい自分の変革、自分のキャラのさらに変革につな、がります。なぜかっていうと、この木星と一緒に同じお部屋にいるのが、天王星って言って、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないけど、地球の外惑星のすごく大変革とか自分か、の変革を成してくる惑星も一緒にひっついてくれてるんですね。ってことは、幸運、そして拡大なんだけど、新しい自分を、新しい、革新っていうかな、開拓っていう感じをさらにそこに重ね合わせることが起きているだろうと思うし、あえて、それを感じたらそれにチャレンジした方が、風の時代に向かって新しく、飛躍できるっていうことになります。でね、そして、それがね、5月の26日から、来年の2025年6月10日まではテーマが、変わります。それを多分体感したりとか自分の意識でも変わりを感じるかもしれないけど、一応ご説明させてくださいね。今度は、今までは自分とか家庭とか、そのなんだろう、ホビーっていう、趣味っていう自分のパーソナルな時間だったのが、今度は、もう少し、社会の中での自分の役目とか仕事のやり方変革、改革みたいな感じで、さらにこれから風の時代でどういう働き方を自分はしていきたいか、そして社会にどういう貢献をしていきたいかっていう方に、またねテーマが変わります。でそこに、どんどん、何か、突き詰めて進んで、自分で変えてってください。それが、ヤギ座さんの新しいね、また、自分を社会に生かしていく、さらに幸せが拡大していくっていうことになります。そして、そのこういうふうに変えていきたいっていうね、理想を現実していくのに、木星と天王星がすごいねパワーでね後押しをしてくれます。うん、あとは、もちろん、これ好きな方もいらっしゃるんじゃないかな。ヤギ座さんってすごく真面目で、本当に、地道なんでね、健康管理っていうのは、どういうふうに、自分の、若い方だったらボディメイクで自分の体を着てナイスシェイプにしたりとか、これ男性女性なんか昔だったら健康管理師さん、なんかこう大げさにして青汁を飲んで、なんかこう余命酒を飲んで、なんか、成人病にならないようにするとかいうようなイメージだったんだけど、そうじゃなくて、もうすでに健康な方が基本のような気がするんですね、ヤギ座さんは。なんで、そこに新たに、自分を幸せにするための健康づくり、自分を幸せハッピーにするための、美容にお金をかけて、外見もやることによって精神も、もう三位一体なので、ね、さらに、健康で、生きていく風の時代っていう風な感じで、そこにまた、自分の、幸せと、変革と、進化拡大が、関係してきてるんでね、ぜひぜひ、やりたいことがあったり、これやってみようかなっていうのがあったら、なんかね、ジムに、メンバーになるとか、ピラティスやってみるとか、何でも、健康とか美容、自分の精神も幸せにすること、そういうのも、ぜひね、興味が湧いたら全然どんどんしてください。お忙しくてもしてください。はい、それでですね、次は2個目はやっぱりいつが幸運期かと言いますと、今ですよね。おめでとうございます、お誕生日を迎え
った方、そしてこれから迎えるヤギ座さん、太陽が、十二星座の中でヤギ座さんの上にスポットライトが当たる、幸運期です。だいたいね12月11か22ぐらいから1月の19日あたりでですね、この後、その時もすでにもう、幸運期なんですけど、今ね火星が入ってるじゃないですか。火星っていうのは、情熱と、ターボエンジン、パッションっていった感じですかね。さらに何か、お仕事でも何か今やっていることにさらにエンジンをかけて、すごくね、ダッシュ、を、サポートとしてかけてくれるのが火星。これがねだいたい1月4日から2月の13日まで、ヤギ座さんの今お部屋にいます。それと同時に1月の14日から2月の5日まで、キレキレのね本当知性とコミュニケーションの星、水星がね、また、ヤギ座さんのお部屋に、入ってきてくれます。そうするとね1月14日から、結局、自分のお誕生日月、だからだいたいそうですね1月の19日までは確実に、そこに冥王星もまだ少し入っているので、4天体入ることになるんです。太陽でしょ、火星でしょ、水星でしょ、そこに冥王星で、もう本当にね、もうヤギ座さんの、パワー炸裂といった感じですね。本当にね真面目で粘り強い、ごめんなさいリピートでもそのもうイメージだからね、皆さんがね、そして、それをね、お仕事にもプライベートにも活かせれる。プライベートっていうのは恋愛モテ期にもなります、もちろん。うん、で、そんな感じでこれは本当にヤギ座さんのおかげで他の星座さんたちも恩恵を受けます。特に地位に足がつかない星座さんなんかは、本当にねヤギ座さんのとこにこの4天体が入ってくれることによってかなり他の星座さんも、もうヤギ座さんのおかげで、そのエネルギーの恩恵を受けて、地に足につけていく、地道にこうやっていくのってこういう風にしていくんだって、まあ私もそうなんですけどすごく今、助かってます。すごい尊敬してます。でそんな感じでね、もう計画は立てられていると思うのでさらにその時期がパワーアップする時期と思って、もしもこういうのがね、ちょっと円滑ぎでお好きな方は、ぜひメモったりして、なんか、まあ、答え合わせじゃないけどこの時動こうと思ってからやっぱこの時期良かったんだって感じで答え合わせで使ってくれても、嬉しい限りです。そしてですね今ね、魚座のお部屋に土星と海王星が入ってまして、これ土星っていうのは 2.5 年ごとに動いて、それと同時にさっきの木星と同じように12星座別々それぞれが、課題を与えられています。土星先生はどちらかといえば木星とは正反対で、自分の、それぞれの、ね、苦手な分野を、まあ、でもヤギ座さん大丈夫だと思うけど、好きだと思うけど、完璧主義なんでね、着実にそこにも力をつけさせて大きな学びを与えてくれます。そしてそこに、海王星も一緒にひっついているので、海王星はご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、今度は、地に足つきにくいって言われてる、想像力とかイマジネーションとか直感力、その精神の世界の方の、担当する惑星なんですけど、この土星先生がいることによって今までの土の時代ではなくて新しい、すごいね地球の、大枠を超えた、イメージ、こうだったらいいな地球もっていうような感じの、理想夢を現実化、この地球に下ろしてくるっていう感じでね、それが、そのエネルギーのサポートを、くれてます。そしてそのエネルギーは何に、ヤギ座さんの、テーマとして、今、課題を与えてくれているかというと、これねもうされてる人いっぱいいらっしゃると思いますけど、学びとかね、あと SNS の発信、そしてあなたがね、あなたってごめんね偉そうにね本当に頭のいいヤギ座さんに、ヤギ座さんって本当に頭いいじゃないですか。でその
その自分が持っている情報を発信することによって、このみんなを助け、社会を、なんかこういい感じに持っていくっていう意味でも、そこはすごく役目だと思うんですよね。もう分かっている方いらっしゃると思うんですけど、あと情報交換とかこういうところに、ちょっとひねりを加える、もう着実な、伝統的っていうか着実なこうしてこうすればいいんだよっていうのはもう、学校の先生とか塾の先生とかも人気者の先生っていうのはヤギ座さんにやっぱ多いので、教えるのが上手ですよねっていうのは組み立てるのが上手なので、こういうふうにしてこういうふうに教えていけばいいっていう情報発信もそうですよね。だからこそそこに、人をひねり加えてほしいんです。なんでこの風の時代に入るじゃないですか今年ね。その時にあえてその発信とかの、風のエレメントの、星座さんに加えて、そこに地に足をつける、星座さんの、ヤギ座さんが、ひとひねりを加えて、みんなにねこう教えていくっていう役目で、今そういうテーマのところで、いろんなね工夫をなしていかれるような、試行錯誤をされているヤギ座さんがたくさんいらっしゃると思います。でももちろんヤギ座と、あ、ヤギ座じゃない、土星先生と、海王星がサポートしてくれてるんで、そこには着実に2025年の3月30日には具現化されてるっていうか、すごくねガシッとねもう携帯されているのを、見れるし体感できると思います。でなんでねこのまま突き進んでいろんなことにひねりを与えて、新しい風の時代合う、なんかこう、教え方とか情報発信とか、そういうのをね、それぞれの分野で組み立ててください。よろしくお願いいたします。そしてね、冥王星、これはね本当に15年間、2018年から本当に、お疲れ様でした。大変だったと思います。それがね、本当に、もう本当に風の時代、水瓶座に冥王星が1月20日に移ります。ちょっとね逆行の時間があって、これヤギ座さんにだからお伝えしますね。それが9月の2日から11月の20日だけ、ヤギ座さんにまた入ってきますけども、ほぼね、もうダウンロード完了、アップデート完了なんで、本当その一瞬です。それ以外はもう11月の20日からはもう二度と帰ってきません。二度とってかもう帰ってくるんだけど、もうすごい248年なんで、一周期が、なんで、大丈夫です。それでね、なんで、今までじゃあ15年間は、何を、破壊と再生させたかった、自分改革ですよね。だから自分っていうものに対して大変な方もたくさんいらっしゃったと思います。こういうのは持っていかないでっていうものを持っていかれて、新しい自分と向き合わなきゃいけなかったりとか、本当ねいろんなことが自分に対しての自分を変えていくっていう意味でね、一番大変なお部屋に、冥王星がいたんで大変だったと思います。はい。でね、それがね動いて、次はね、20年なんですよね。水瓶座のところで、冥王星がいるのは。そうすると、今度はね自分のね才能やね価値やね、収入の得方、これに関して、新しい改革、再生をしていくっていう感じです。でもねもうね、心配されてないと思うんですけど、15年やって、そして、その次に軽やかに、どこを再生していこうかっていう感じなんで、楽しいかと思います。20年かけて、ゆっくりとね、自分の新しい、この地球で生きていく上で、どのような自分の、変わったもう自分をどういうふうに、もっと見極めて社会に貢献していこうかとか、自分の価値をもっともっと深く認めて愛してあげるっていうか、そういうことであったりとか、あとはもう収入を地道に本当に得られる方なんで、ヤギ座さんはそこに、もうちょっとねこういう風に軽やかにしていこうかとか、風の時代に、それは今まだ誰もわからないかもしれないんで、風の時代にどん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 進んでいきながら、楽しみながら、変えていく、再生していくっていう感じで、新しくこう伸びていくっていう感じでね、それは楽しんで、やっていただければ、いいと思うし、やっていけれると思います。でね、ここで他の星座さんに関しては終わりなんだけど、やっぱりね
ご褒美だと思うんですよね。15年間頑張ってきてくださった、そしてねやっぱりね社会を、日本の社会を本当に支えてくれてるのは柳田さんだと思うからね。それでね、そこにちょっとした、ご褒美ギフトがあって、もう本当に冥王星が抜いてくれるだけでギフトだっていう感じだと思うんですけど、新月と、満月ってやっぱ新月ってこう、希望を植えて種を植えて満月に、それが、さらに、それを収穫する時じゃないですか。もう十分たくさん今日今年はいろんなことが収穫できるんですけど、さらにその新月と満月が、ヤギ座さんでなんと、大体みんな1回なんですけど1年に2回起こります。ヤギ座さんの新月が1月の11日もうすぐですよね。はい、そして、この2024年終わりの12月31日にもう1回あります。はい、そして満月が6月の22日と7月の21日にあります。はい、ぜひねこれもよかったら、私がヤギ座だったらメモっとくなと思って、もう十分頑張ったからこれもメモらなくても、勝手にねご褒美は来ると思うんですけど、はい、そんな感じでね、じゃあ次ね最後にね簡単に、カードのメッセージを下ろしていこう、行かせてくださいね。これはもう本当に太古の昔から宇宙と、この地球をつなぐ、番号で、メッセージを下ろしていきます。番号って本当に、シンプルですごくねエネルギーがギュッと凝縮されてます。だから本当にエジプトとか昔から使われてますよね。で、最近は、ヨーロッパとかではエンジェルナンバーって言われてたり、あと日本だとゾロ目ちゃんって言ったりとか、シンクロメッセージって私は、言ったりとかしてます。はい、じゃあね2024年ヤギ座さんの、メッセージはい、はい、444、これはですね、さっきピラミッドって言ったんですけど、ピラミッドにも4というエネルギーをすごく入れられてて、ファンデーション作り、基礎作りなんですよね。でかなり、基礎がもう固められてるんで、冥王星でねいた15年で、そう、そこにさらに風の時代に向けて、多分ヤギ座さん、私がヤギ座さんだったらするしできるだろうなっていうことが、さらにその土の時代に培ったファンデーションを風の時代に持っていけますよね。ヤギ座さんなら風の時代仕様に、その自分をねお城としたら、その土台を、必要に変えれる、さっきも変革変えれるところは変えて風の時代に、これからもうずっと風の時代ですからね、ずっと、これから、揺るぎない、風の時代を生きていくための土台作りをするっていう番号です。はい、444はですね、なんか日本と中国かな、4っていうと昔のおじいちゃんおばあちゃんってよくないけど、いやいやもう全然444はよかったら、多分ヤギ座さんってすごく頭良くて調べるのもあれなんで、一番わかりやすいのが英語がわかる人だったらエンジェルナンバー444とか、まあ日本語でもエンジェルナンバー4とかやってみてください。とにかく、昔から使われてて、ニュースっていうのも、東西南北を使ってるんですよ、英語の頭を。それで要は四方八方で、全部固める情報も東西南北から取ってくるのがニュースですよね。あと、フォーエレメントとかもそうですよね。あと風林火山もそうですよね。フォーエレメントっていうのはヤギ座さんはちなみに、土のエレメント、そして風の時代っていうのが風のエレメント、あと水と、あ、ごめんなさい、水と火があるんですよね。そう、そんな感じで、あとなんだろうな、ごめんなさい、ちょっと思い浮かばないんだけど、あとは、例えばね、テーブルとか椅子が、まあ最近そういうデザインもあるかもしれないけど、基本じゃあ三つ足と四つ足どっちが安定しますかって言ったら四つ足ですよね。だからそういった意味で4っていうのはもう地盤固めって感じで、地盤固めの地盤っていうのがすごいもうヤギ座さんっぽいなと思ったんですけど、はい、もうすでにできてるんだけど、それを風仕様の地盤に変えていくっていう感じです。でもこれは、大変なことじゃなくて楽しみながらやっていけれるっていうことです。
うん、そんな感じです。はい、じゃあね、次は、いつも私は、朝、その日それぞれの星読みと、みんなでシンクロするメッセージカードの1枚引きをしている、そのしてるんですけど、それのカードの、使っている1枚です。2024年ヤギ座さん、あ、これだ。はい、はい、はい。アスパイア、ごめんなさい、見えるかな。向上が、高まる、カードも興味がある人はインスタに、後で全部12星座が終わった後に、アップさせていただきますね。向上心が高まる、まあ、いつも向上心がストップすることがないみたいな、はい。さらにね、でも高まりますよね。私がそうだって、もうだって冥王星が15年、本当にお疲れ様って、本当にお疲れ、なんかね、本当にイメージが、私の中では戦争を体験してないけど、よく時々映画とかでもある、本当に日本人として、戦場に出て帰ってきたみたいな、そんな感じぐらい、すごい重い、荷物を下ろすっていう感じだと思います。分かってた人は乗っかってたのが分かってたと思うし、大変だったと思うんですよね。そうだけど、さらにその重たいものが、乗っかってたのが抜いたから、さらに向上心が高まる。すごい、この光見てもらいます。見えるかな。はい、はい、向上心が高まるっていうのは、これが、あなたへのメッセージか、向上心を高めろじゃなくて、向上心が高まるから、楽しんでくださいねっていう意味のメッセージです。中にはね、もちろん休みましょうとかあるからね、向上心が高まるっていうのはさらにもう向上心高まるから、本当に、楽しんでね、2024年を、本当に、飛躍してくださいね。でね、最後にね、今年は辰年じゃないですか。辰年の時は本当に何やいろいろ動くって、それも冥王星ももちろん関係しているんですけど、はい、龍神様、ヤギ座さんに、相性のいい龍神様、そして、メッセージ、何でしょうか、見ていきます。2020年ヤギ座さんの、はい、おっと、ちょっとこの一番上のを取りますね。はい、銀龍っていうのは本当に知的な、銀っていうのは知的な人に、の、色なんですね。まさに本当に頭のいいヤギ座さんだなと思って、で、銀龍で、成長です、さらにさらに、成長、なんだろう、これもうちょっとすごい昔すぎたけど、星ヒューマンっていうの小さい時なんかかかってて、とにかくなんか今体鍛えてる人もそうだと思うけど、なんか鉄あれ重たい鉛っていうのを足とか手とかにやってこう歩いてる人とかもハワイでも見かけるんですけど、さらに鍛えてるじゃないですか。その重たかったのが冥王星だとしたら、それが抜いたらもうビュワーってなんか上に本当に上り竜のように登って、勝手に成長しなくしようとしなくても勝手に成長しちゃうっていう感じですよね。すごくおめでたい、上り竜、銀龍です、成長です。さらに、もう本当に頑張ってきたからこそ、ぶわーっと本当にね、飛躍の年になります。ぜひね、この2024年を、始まりに、もう始まりなんだけどすごいです、モテ期、そしていろんなことに成果が出て、結果がもうすでに得られると思います。ぜひね、素敵なね、もう十分ね、今まで使用されたから、少しぐらいはね、楽しんでね、2024年ね、弾けてください。モテ期到来なんで、ちょっとぐらいね、遊んでくださって大丈夫ですよっていう感じです、私からしたら。はーい、よかったら、ね、参考になれば、嬉しい限りです。Thank you for watching ヤギ座さん、2024年さらに、飛躍ねされる年でありますように、そして楽しんでください。ありがとうございました。失礼します。